はい、ユデックスです。さあ、今回はね、何を紹介していきますと、サンセベリアをね、紹介させていただきたいと思います。で、僕自身はですね、まあ、植物をいろいろ育てていく中で、このね、サンセベリアはね、すごく好きなね、植物になります。で、今回紹介するのは、ジョン・ジェイコブ・ラブラノスさんというね、今言ってましたね。ジョン・ジェイコブ、今ね、下にテロップちゃんとつけます。ジョン・ジェイコブ・ラブラノスさんというね、まあ植物栽培家の方、まあプラントハンターというね、言い方もされているそうですが、この方がね、つけているラブラノスナンバーというね、まあ少しね、まあレアなという言い方をした方がいいかですね。その方がつけたラブラノスナンバーというのに植物はすごく、まあ希少価値が高いと言われているんですが、今回このサンセビリア、ラブナノス1970でホワイトバリエガータなので、まあ、白色の斑入りのタイプを紹介させていただきます。でね、もう今目の前に今あるこのね、いびつな形した、ね、このサンセベリアをね、まあ、さらにね、今回、注目して紹介していきたいと思います。今日もスタートです。はい、で早速なんですけど、まあね、ちょっと近くで見ていただくとね、このね、今この部分わかりますかね。このね、この部分、このね、葉っぱの表のこの部分がね、すごく白色をしているので、ホワイトバリエガータという言い方をしています。はい、まあサンセベリアもね、最近ね、本当園芸センターとかホームセンターでもいろいろなね、品種がね、見られるようになりましたよね。で結構ね、このバリエガータもね、すごく美しくて、このやっぱね、白色のね、ところをね、しっかりと綺麗に保たせてあげるっていうのがすごくね、育てていく中で重要なポイントではあるんですけど、やはりサンセベリアのすごくね、僕の魅力的なところって、このね、葉のこの硬いところと、この曲線美ですね。このね、他の植物では見られない、こういったちょっとね、斜めにこう曲線になった部分がすごくね、まあ、美しく、そして、まあ、かっこいいですね。そして、このね、葉っぱの展開の仕方がね、こういった、ブーンと今ね、葉っぱが新しくまた生えてますが、このね、なんかすごく何とも言えないこの葉っぱがね、こう髪を結んだかのような綺麗な生え方をしていますが、そこからね、こういった感じでこのスクリューがこうやってまた新しく葉っぱが展開してきてくれるんです。そしてね、今ね、この裏側を見ると、はい、ここがね、葉っぱのね、このまあ根っこ、葉を支えてくれる根っこの部分とかがね、すごく綺麗ですし、こういったね、気泡とかもね、すごくいっぱいね、今生えてきています。はい、またね、今これが僕自身がね、こういったね、タイプの鉢なんですけど、もうだんだん重たすぎて、今ね、これ置くと自然とね、重さでね、ちょっと斜めに倒れてしまうっていう感じなので、いつもちょっと支えながらなんですけど、まあね、ちょっといずれね、ちょっとまた、秋になる前にちょっとね、植え替えをしてあげようかなと思っています。で今回ね、まあ、まずなんでこのね、まあ、サンセベリアを紹介させていただいたかっていうと、まあ、普段ね、やっぱりいろんな植物チャンネルとかで皆さん結構、まあ、アガベとか、まあ、多肉植物とかね、まあ、僕も自身もね、そういったアロエとか、まあ、いろいろなね、植物のチャンネルの中で、まあ、人気のある、そういった、まあ、属をね、皆さんいろんな紹介をしたりとか見てると思います。で、まだまだね、このサンセベリアを紹介してるね、チャンネルとか、まあ、植物のね、やってらっしゃる YouTuber の方ってすごく少ないので、まあ、僕はね、まあ、こういった、まあ、自由気ままに、気分のままに、こうね、自分でいろいろといつも動画を撮ってるので、まあ、今回ね、まあ、せっかくなので皆さんにもね、このサンセベリアの魅力とか、少しでもね、かっこいいなとか、ちょっとホームセンター行ってみようかなと思ってるきっかけになってくれれば嬉しいなと思って、この動画を今撮影しております。はい。やはりね、まあ今回僕はこれね、今回このラブナノス1970、この1970っていうね、このラブナノスナンバーがついたものって、本当にね、他にもドルステニアであったりとか、まあいろいろなね、植物にこのラブナノスさん、自分のナンバーをつけています。でね、まあ、このね、まあ、ラブナノスナンバーを見つけるっていうのもすごくね、植物ライフとか、まあ、多肉狩りとかね、そういったライフをする上ですごくね、楽しさのポイントでもあるんですけど、やはりね、まあ、植物育てていく中で、やはりこういった希少価値が高いものを育てるっていうのは、やはりね、すごくね、責任感を持ってね、育てるわけなので、やっぱりね、立派にかっこよく育てたいですよね。で、僕自身もね、これ、育て始めてからもう本当ね、もう4年目になります。で、まあ、4年前どうだったのかっていうと、本当にね、まだ葉っぱが、裏のね、この部分があると思うんですけど、このね、一つありますよね。この一つと、このね、裏に見える葉っぱがまだあるんですけど、このね、二つしかまだ展開していませんでした。
でもう4年でこんだけね、大きくで立派にね、こんだけねしっかりとかっこいい曲線美で、やはりこういったね、曲線美を描く植物ってなかなかないし、ないというか、まあおそらくこれ本当サンセベリアだけでも魅力かなと思っています。やはりこの葉っぱがすごく硬くて力強いでね、こういったまあバリエガータみたいに、まあ、そういった斑入りのタイプもありますし、でもね、斑入りじゃなくてもね、しっかりとした、すごく緑がかっこいいね、やはりサンセベリアもね、いっぱいあります。で、今、特にね、まあ、サンセベリアもいろいろなね、人気が高くなってきて、結構ね、ホームセンターとか園芸センターでもね、いくつかね、本当にいろいろ見かけるようになりましたし、僕が結構ね、植物を始めて、サンセベリアとかをね、始めた頃っていうのは、まだまだね、そんな品種がね、取り扱っているホームセンターとか、園芸センターがね、ほんとありませんでした。で、僕もこれね、ラブナノス1970っていうのは、まあね、安城にある、大学植物のね、やってらっしゃる、植物店で購入をさせていただいたんですけど、まあね、その時もね、本当にまだまだ品種が少なくて、またね、こうやって手に取るような人もね、すごく少なかったなという印象を受けています。まあ、なので、まあこれからね、もっともっと品種、こうやって増えてきて、もっともっと人気が高くなればね、またね、いろいろなね、そういった、まあ、相場といいますか、そういったものもね、変わってくるのかなと思っています。まあ、ちなみに僕がね、これを購入した時、本当にまだね、さっき言ったように葉っぱがね、2、3枚しか展開していなかった時でも、値段がね、1万5000円ぐらいはしました。まあ、なので本当にね、その時でもすごく高価でしたね。まあ、でも今でもね、やはりサンセベリアとか、特にこのね、ラブナナスさんが付けたラブナナスナンバーのこの植物っていうのはですね、市場価値が高いので、まだまだね、そういった高価ですし、やはりね、そういったね、市場価値が高いものとか、そういったね、その高価なものっていうのは、これからもね、やっぱり植物を育てていく上でね、すごくそこの部分をね、守っていかなきゃいけないのかなと思っています。はい、なのでね、これからはね、この、ジョン・ジェイコブ・ラブナノスさんのこのね、植物、まあ、特にこのラブナノスナンバーのついた、まあ、サンセベリアであったりとか、バトルステニア、皆さんね、ぜひね、調べてみてください。はい、ということでね、今回ね、まあ、少し簡単になんですけど、このね、サンセベリア、そしてジョン・ジェイコブ・ラブナノスさん、そしてラブナノスナンバーの植物を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。まだね、このチャンネル登録していない方ね、ぜひ、他にもいろんな動画をアップしているので、ぜひチェックしてみてください。そしてね、チャンネル登録もお願いいたします。はい。そしてね、ぜひこの、今回サンセベリア見て、ちょっとね、園芸センター行ってみようかなとか、ちょっと探してみようと思った方ね、ぜひ高評価の方をしていただけると嬉しいです。はい。それではね、またお会いしましょう。